逆指名とは、大学生と社会人野球の有力選手が希望球団を指名できる制度のことで、1993年のドラフトから導入されましたが、様々な問題点が表面化し、2006年を最後に廃止されました。そこで今回は、逆指名で入団し、その後失敗した選手をご紹介いたします。小久保弘樹。青山学院大学時代は、とうとう大学野球リーグでベストナインに3度輝き、バルセロナオリンピックの日本代表にも大学生で唯一選出されるなど活躍した小久保選手は、逆指名制度が初めて導入された1993年のドラフトでダイエーを逆指名し、その後ダイエーから2位指名され入団しました。ルーキーイヤーの1994年は即戦力として機能できなかったものの、王貞治氏が監督に就任した1995年はセカンドのレギュラーに定着し全試合出場、28本でホームラン王にも輝き、オールスターゲームにはファン投票トップで選出されるなど大飛躍の年となりました。1996年も2年連続の20ホームラン達成など活躍。1997年は打率3割2厘36ホームラン114打点という好成績を記録。このようにノリに乗っていた小久保選手でしたが、ある出来事によって窮地に立たされることになります。それは1997年オフのことでした。5球団10選手が1000万円を超える脱税の罪で起訴され、また5球団の9選手と西武大石智義コーチの10名が所得隠しをしていたことが発覚。この通称プロ野球脱税事件に小久保選手が主犯格として関与していたのです。ことの発端は入団前の1993年、逆指名制度の導入により各球団が意中の選手を獲得するためにマネーゲームを繰り広げた影響で、新人選手の契約金が高騰。小久保選手もその例に漏れず、1億6000万円という破格の契約金でした。そこに目をつけた名古屋市の経営コンサルタントと会社役員の2名が所得税の一部を免れるよう指南し、小久保選手は脱税行為に手を染めてしまったのです。その脱税額は2833万円にも上り、脱税が発覚した選手の中でも最大でした。結果として小久保選手には懲役1年執行猶予2年、罰金700万円の有罪判決が言い渡され、コミッショナーからは1998年の開幕戦から8週間の出場停止と制裁金400万円の処分を受けることになったのです。鳥越雄介。明治大学時代は3番ショートとして活躍し、日米大学野球大会では小久保選手や井口忠人選手とともに全日本メンバーに選ばれるなどした鳥越選手は、1993年のドラフトにおいて中日を逆指名し、ドラフト2位で中日に入団しました。身長189センチという大柄な体格から大型内野手として期待され、それに応えるように着実に成長し、1997年にはショートで守備率9割9分7厘の日本記録を樹立。しかし小久保選手と同じく同年オフに1323万円という巨額の脱税が分かれ、翌年1月に懲役10ヶ月執行猶予3年罰金400万円の有罪判決を受けました。裁判では世間を騒がせてすいませんでしたと陳述したものの、裁判官から、あなたは脱税という法律違反を犯し、その罪を悔いて反省すべきなのである、その言葉からは本当に罪を自覚しているのか極めて疑問だと言わざるを得ないと厳しい言葉を返され、裁判長からも、たとえ3割、3割5分打っても関係ない。社会人としてしてはならないことを忘れてしまうと、グラウンドで活躍できなくなると諭されました。1998年シーズンは開幕から4週間、2軍を含めて試合に出られず、処分解除後も内野には阪神から移籍してきた久慈照義選手や、当時絶好調のイ・ジョンボム選手、ロッテから移籍の南淵時孝選手らがおり、出場機会が激減。そして新たにショートの福留孝介選手が入団した1999年、シーズン途中に川野亮選手とのトレードでダイエーに移籍することになりました。小久保選手や鳥越選手だけでなく、1993年のドラフトで入団した選手のうち数名はこの脱税事件で処分されています。税金についてたとえ詳しく知らなかったとしても、脱税行為に及んでしまったのは選手自身に責任があるため、逆指名制度による契約金の高騰が脱税事件を引き起こした全ての元凶とは言えませんが、多少なりとも影響はあったのだと思います。山田明親。関西学生リーグで通算17勝6敗、防御率 0.91 をマークし、最優秀選手最優秀投手をそれぞれ1回受賞するなど、アマチュア野球界ナンバーワンの投手として注目されていた立命館大学山田投手は、複数球団の争奪戦を経てダイエーを逆指名し、2000年のドラフト2位でダイエーに入団。
また大英は逆指名1位で九州共立大学のエース山村道直投手を獲得しており、入団時には2人合わせて3年で100勝という壮大なノルマを宣言、山々コンビとして鳴り物入りでプロ入りします。なお山田投手の契約金は球界で申し合わせていた新人の契約時における最高標準額の契約金1億円プラス出来高5000万円をはるかに上回る6億5000万円だったとされており、高額納税者ランキングのスポーツ部門にルーキーながらランクインしてしまったそうです。よく脱税しませんでしたね。そんな山田投手ですが、蓋を開けてみると1年目は2勝2敗で防御率 5.40、 2年目は5勝6敗で防御率 5.24 と振るわず、3年目も2勝1敗で防御率 4.15 に終わります。また山々コンビのもう一人山村投手に至っては、度重なる原因不明の故障によりプロ入りから4年間一度も一軍登板できず、2人で3年間100勝のはずが現実は山田投手の9勝のみという結果に終わりました。2004年はクローザーの三瀬浩二投手へとつなぐセットアッパーとして活躍し、リリーフに活路を見出しつつありましたが、2006年からは相次ぐ故障の影響で二軍生活が続き、ついに2008年オフ、山村投手と共に戦力外通告を受け退団。その後山田投手は戦力外通告後独立リーグを経て NPB 復帰という史上初の快挙を成し遂げましたが、かつての期待値からすると物足りなさが否めないプロ生活に終わりました。様々な要因はあると思いますが、高すぎる契約金というのも選手のハングリー精神を削いでしまうのかもしれないですね。市場康弘。逆指名制度は2001年から自由獲得枠制度に名を変え、さらに2005年からは入団枠を1人にするなど改変した希望入団枠制度へと形を変えていきました。しかし抜本的な仕組みはほとんど変わらず、2007年のドラフトからは撤廃されましたが、そのきっかけとなったのが市場事件と呼ばれる騒動です。大学屈指の右腕として六大学野球連盟を代表する投手となっていた明治大学市場投手をめぐり、各球団の争奪戦は激化していました。当初は在京球団を希望していたことから巨人への入団が内定していましたが、ドラフト前の2004年8月、球団が市場投手に対して栄養費などの名目で数回にわたり総額約200万円の現金を渡していたことが明らかになり大問題に。また巨人だけでなく阪神と横浜も多額の現金を渡していたことが発覚し、3球団のオーナーが全員辞任することになりました。特に当時の球界再編問題で1リーグ制に前向きだった巨人渡辺恒夫オーナー、阪神熊俊次郎オーナーの解任は再編問題の着地点を変えるきっかけになるなど、球界全体を巻き込む騒動にまで発展していったのです。また広島も交通費として2000円を渡していたことが発覚しましたが、こちらは正当な額とされていたため問題化していません。むしろ足りていないのではという声もあります。長らく暗黙の了解であった有力選手への金銭授受を見直す動きが起こり、図らずも翌年以降の野球改革を作るきっかけとなったのがこの市場事件なのです。この騒動により市場投手は一時は日本でのプロ入りを諦めかけるほど追い込まれましたが、新規参入の楽天に自由獲得枠で入団することが決定。しかし期待に応えるピッチングを見せられず、2009年にヤクルトにトレード移籍したものの、新天地でも活躍できないまま2012年に現役を引退しました。那須野拓実。日本大学では東都大学リーグ通算50試合登板で22勝10敗、防御率 1.97、 219奪三振という素晴らしい成績を残し、大学ナンバーワン左腕の評価を受けた那須野投手は2004年のドラフトで横浜から自由枠獲得指名を受け入団します。即戦力と期待されていましたが、ルーキーイヤーの2005年はわずか1勝に終わり、2006年も3勝8敗と振るわず苦しい日々が続きました。そんな那須野投手に追い打ちをかける出来事が起こります。山田投手の紹介でも触れましたが、ドラフトによる新規入団選手は契約金1億円プラス出来高5000万円、年俸1500万円が上限と申し合わせられているのですが、那須野投手の契約金はそれを大幅に超える5億3000万円で、1年目の年俸も申し合わせの2倍となる3000万円だったことが2007年4月に発覚したのです。市場事件とともに球界全体を巻き込む大きな問題となりました。この件に対し那須野選手は球団を通じ、これから自分ができることはプロ野球選手としてグラウンド上で精一杯のプレーで結果を出すことですとコメントしましたが、一方で後に説明を求められた際には、自分が矢面に立ったため自分の責任は果たしたはずというコメントを残しています。また高校時代は那須野ロードと呼ばれる手を抜くための走り込みコースが存在したというほど練習嫌いで、2009年オフにロッテへトレード移籍した際には、今まで適当だった、
髪は黒く染めて短く切りたいと、横浜時代は真面目に取り組んでいなかったとも取れるコメントを残しており、このような意識の低い言動の数々が災いしたためか、プロの世界では目立った成績を残せず、2011年に戦力外通告を受け現役を引退しました。なお同期のシダックス野間口貴彦投手も巨人から契約金7億円で入団しましたが、那須野投手同様プロでは活躍できず、結果として市場投手、那須野投手、野間口投手の大社ビッグスリーは誰一人としてプロで対戦しなかったという残念な結果に終わっています。というわけで今回の動画は以上になります。逆指名制度は選手だけでなく球団、もっと言えば球界全体を良くも悪くも変えてしまった制度だということがお分かりいただけたかと思います。あなたが知っている逆指名で失敗した選手はいますか？ぜひコメント欄で教えてください。本日はご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。